クラウド。え？クラウドだよな。クラウド。大丈夫、同期のクラウドだよ。よかった、生きてたんだな。心配してたんだ、死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。知恵が大丈夫？ああだって今問題ない、先を急ごう。情報統制はどうなってる？抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は？今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。うん、それならそれでいい。それと一つ気になる報告が。なんだ？パルマーからなのですが。チッ、放っておこう。分かってるよ、エアリスの救出が最優先だろ。ああ、失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。北条博士もあの中に？そのはずだ。ただいま会議中です。どうする？敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。7番街見たか？いや、まだ怖くて。スカイフロアから見たけど、ひどいもんだよ。今日の会議で復興方針が決まるんだろ。ああ、リーブ統括が必死に資料をまとめてたよ。人手が足りない。ぐっすり眠れるやつなんだ。ここ女性用だよ。じゃあ待ってるね。あ、目立つだろう。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。これか。
俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。きっと無事だって。でもうち七番街のすぐそばだし、電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だから、そのせいだよ。本当？多分。重役会の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。どちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の指示により、3年、5年、10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになった。また忙しくなると思うが、早急に進めてほしい。何か質問があるものは？なければ統括が戻るまで待機だ。わし見たんだ、廊下を歩いているのを。しっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やめか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい、七番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え？他にないのか？では七番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。
いえ、だからといって再建しないわけには。おバカさんね。ネオミドガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式 G 式も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。匂うな。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。
まずは、いや、それよりも、やはりこっちの方が。なかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうか。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろ。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。くれ、私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。ほう、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。うん、容赦は無用だな。
フォローを頼む。おう、引っ込んどけ。逃がさねえぞ。
そこだ。そこ。それ。そこ。エアリス！感謝するよ。君たちのおかげで有益な戦闘データが取れた。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら、彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か？彼女は君の所有物なのか？マネーを使って脅したからだろうが！見解の相違だな。だろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。果てまで食らいつけ。こっちは任せる。おう、任しとけ。どんなもんよ。俺の本気にビビんなよ。みたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、
増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。その人にソルジャーか。ああ、いや違う、思い出したぞ、私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。ここから出るぞ。
なんなんだよこいつ。興味深い問いだ。喋った。私とは何か。見ての通りこういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。13、北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？星を取り戻そうよ。母さん、また奴らが来たよ。なあレノ、怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ、七番街は放っておくのか？我々に何ができる？そもそもあれは必要だったのか？拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか？無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。
はあ？使うばかりでなく、時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった、目覚めた。大丈夫？子供の頃、ここで暮らしたの。もう少し寝てた方がいいんじゃない？大丈夫ならいいんだけど。心配させんなよ。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り、それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く。そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつかわかるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔晄が吹き出す豪勢な場所でも、シンラには何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年が浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく、何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？言い換えればこの星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。
待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ神羅の犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵は神羅カンパニーじゃない。きっかけは神羅だけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。大丈夫、一緒に考えよう。ウジャの野郎どこ行きやがった。ようやく見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたっす。ウェッジ、どうして？お前大丈夫なのか？エルミナさんのご飯が美味しくてって、そんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。あっ、今の何？爆発？本気アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。